コアヒン。はい、これはですね、はっ、繰り返しましょう。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ガシン。さあ、今手に持っているものは何でしょう。スプーンと筆、この二つでやることといえば何でしょう。そう、割り出しでございます。と、まあいうことで、今日は産卵セットの割り出しなんかをしていきたいと思っております。割り出しするセットはこちらですね。コアヒン。はい、これはですね、ババ黄金鬼クワガタの産卵セットでございます。何を隠そう、セット組んだのは3ヶ月前でして、もう幼虫もかなり育ってるだろうと思います。で、メスちゃんがちょっと無事じゃないかもしれないですけどね、早速割っていきたいと思います。できたら2セット割ります。ということで、今日も頑張っていくぜ。開けます。はっ。さあ、こちらの菌床の中に幼虫がいるか。あ、真っ二つに割れちゃった。います？あれ、どうなってんでしょう。なんかやばい感じかもしれないですね。はい、さあ、ちょっと嫌な予感がする。崩していきましょう。もうバラバラじゃないか。幼虫いるのか。あら、いません。あ、虫さん死んでる。虫さん死んでおります。あれ、いました。一頭だけ。まあ、とりあえずキープしましょう。え、一頭だけでしょうか。あら、マジで。これ一頭だけっぽいですね。あちゃっぱー、マジっすか。まあ、とりあえずあの一頭をキープしておきましょう。とりあえず蓋にね、空気の穴を開けておいて、禁止ボトルをね、作らないといけないんでね、幼虫の数によって何個作るか決めようと思ってたんですが、めちゃくちゃ少ないので、はい、これを詰めまして、取った幼虫ちゃん入れまして、で、またこれ詰めまして、はいね、こんな感じで、で、蓋を閉めておきましょう。はい、一頭だけってことはないと思いたいですけど、でも、まあ、なんかもういないっぽいですね。そっかー、ちょっとショックだな。糸だけだったんだな。はい、まあでも産んでないよりは全然マシかなと思いますけど、もうちょっと捜索してみますね。あ、いたいたいた、2頭目いました。全部で2頭っていうのもちょっとね、寂しい結果なんですけど、でも、まあ探ったらまだいるかもしれないですね。はい、マット取りまして、幼虫ちゃん入れまして、で、またかけまして、はい、しばらくはこれでいてもらって、その間に禁止ボトルを作る感じでございますね。もういないでしょうか。もうあと一頭ぐらいいてほしいな。なんか、ね。これ切実に思っちゃいますけど、いないですかね。ババの産卵セットの割り出しでこんな割り出しあったっけ今まで。いや、なかったな。なんか、ね、崩れちゃったんですよ。はい。マジで崩れちゃったんですね。禁止産卵って言ってね、禁止ブロックを使った産卵だったんですけど、そのブロックが崩れちゃうという、ちょっと珍事が起きました。こんなこと今まで経験したことございません。もうどうやらもういないっぽいですね。まあでも2頭取れてよかったか。はい。ね、2頭取れてよかったですね。ゼロだとちょっとへこみますが、まあ坊主じゃないんで、まあなんとか。
でも、一応2回目の産卵なんですけど、ちょっとショックですね。いやー、ちょっとショックだな、マジで。今日はこれだけではございません。もう一個産卵セット、ババのやつあるんで、こちらを開けてみます。で、これだ。はい、こちらは、いてほしいですね。たださっきのやつよりちょっと期待薄なんですけど、まあ開けてみましょうよ。開けます。はっ、開きました。どうでしょう。んー、どうでしょうこれね。さあ、これもなんかボロボロになってる感じなんで、もうひっくり返しましょう。はっ、うわ、崩れた。どうなんでしょう。あー、やっぱメスちゃんお亡くなりですね。はい、どうなんでしょう。こっちはね、実は1回目でも産まなかった方なんで、2回目でも産まないかもしれないと思いながら一応組んだんです。で、なんでこんなに菌糸がボロボロになってんのかなと思うんですけど、いないでしょうか。あら、こんなボロボロになっちゃう菌糸が。この菌糸河原菌糸のはずなんですが、普通河原菌糸ってゴム化してね、カチカチに固まるもんなんですけど、この菌糸がね、バラバラになっちゃいましたね。これはまずいんじゃないかい。あー、やっぱ産んでないかもね、しれないですね。あららら、いやー、こんなことになっちゃうなんて。はい、菌糸のいつも使ってんのはあれなんですよ、月夜野さんの河原菌糸のブロック使わせていただいてるんですけど、実は今回メーカー変えまして、ちょっとメーカー伏せさせていただくんですけど、メーカー変えまして使ったところ、なんかこんな感じです。これすっごい柔らかいな。これ菌床としてはやっぱり機能しないですね。こんだけ柔らかかったら無理ですね。はい、いないです。まあ、こっちはもともといないかもしれないと思って組んでたので、はい、どうしようもねえ感じですな。あれ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 、参りました。はい、こちらの産卵セットの方は坊主ですね。なんと諦めずに探してるといました。一頭おりました。マジかって感じですね。いや、ほんと、一応まあ産んではいるんだな。こちらも一頭とはいえ産んでくれてたと。もっと産んでてもおかしくないと思うんですけどね。まあ、とりあえずこれ取って入れておきましょうね。はい、こんな感じで、あ、またいた、2頭目がいたぞ。おお、いましたね。はい、とりあえず1頭目キープ。そして2頭目がいるんで、2頭目も行きましょう。なんかやっぱ諦めずに探してみるもんですね。おりましたね。いやいや、なんとかね、坊主ではなかったか、坊主ですとか言ったんですけど、坊主ではなかったですね。はい、よし、まだいるかもしれないんで、もうちょっと捜索をしてみましょう。こういう時はやっぱこうね、パラパラ作戦でね、行った方が確実ですね。はい、まさか禁止ブロックのパラパラ作戦なんて夢にも思わなかったですけど、まあそんなにはやっぱいないみたいなんで、これで終わりの可能性も十分あるかなと思うんですけど、まあでもいないよりはマシかな。本当はもっと取れてくれないとね、困るんですけどね、全部オスとかいうパターンとか、全部メスとかいうパターンもね、あり得るんでね、たくさんキープするに越したことはないんですけど、ちょっとまあさっきも言ってましたけど、これはもう完全に禁止ブロックのチョイスミスです。やっぱり無難にね、
月夜野さんのやつ使えばよかったかな。こんなに柔らかいとは夢にも思わなかった。マジでね、普通ゴム化するんですけどね、瓦切りしてゴム化しないなんていないっぽいですね。いないっぽい。はい、パラパラ作戦をしてまいりましたが、どうやらこれ以上は幼虫ちゃんはいないようでございます。いないですね。2匹だけだったか。お疲れ様でございます。はい、ババ黄金鬼クワガタの産卵セットの割り出し、思ったよりも柔らかく瓦菌床がなってたので全然取れませんでしたが、取れた幼虫の数はこちらです。はい、4頭やったー。はい、少ないと、まあいうことでね、4頭しかいなかったですね。まあでも坊主じゃなくてよかったなと思います。本当にね、瓦菌糸のブロックってやつはすぐにゴム化しちゃってね、カッチンコッチンになるんですけど、なぜかボロボロでしたね。うん、その辺が敗因かなと思ってます。またよかったらね、コメントでね、感想なりご意見なりいただけたらと思います。では今日はこれでお別れいたしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。悔しいけど今日はこれでバイバイ。まあでもいてよかった。